直後にその人は言った。藤田康之死ぬバドミントン、あだ名は安さん。よかった。学生たちにその人物像を聞いてみると、安さんの先生の細胞の現象を語るときに、その上手さは本当にひしひし感じます。まあ、いいデータの写真とかあるとかなりやっぱ愛を感じますね。まあ、オタクというと細胞オタク、何でも細胞と会話をしているのだとか。安さんには何か聞こえてるのかもしれないですけど、今日も元気だねとか言って、そういうのを続けているのがこちらの細胞。ちょっと悪い悪い感じですね。喋ってるのこれはピーラ細胞、いわゆる幹細胞。実はこれ70年以上前に死亡したアメリカ人女性の幹細胞。1951年、31歳の若さで子宮頸がんで亡くなった。女性の死後、研究材料として世界中の研究者のもとに送られた。ああ、そういうことね。本人が死んで70年以上経った今も活発に増殖を繰り返し、今では元の女性の10億人分にまで増殖しているのだ。なんとも不気味ながん細胞。しかし人はなぜがんになってしまうのだろうか。それを教えてくれるのがこちら、箱岩はじめさん56歳。去年ある病気が発覚し手術を行った。それは大腸がん。大腸がんね、大腸がん怖いっていうの。最初血便が出て、全くがんなんて自分とは関係ないと思ってたんで、がんだとは全く思わなかったんで、ね、で、まあ、家族とか周りの人にこう話したら病院見てもらったんだよって言われたんで、結果は他の臓器への転移や再発の恐れもある。